今日は三脚の、選び方についてちょっと紹介します。まあ、こういろんな三脚があるんだけど、その三脚って、まあ、大きさもだけど種類が2つあって、こういうビデオカメラ用と写真を撮る時の写真用の三脚っていうのが、まあ、大きく分けて2つあります。で、写真用っていうのがこういう三脚の先にこういったぐるぐるってフリに動く自由運台っていうこういうヘッドがついてるのが、写真用の三脚です。これで例えばこうカメラを固定して写真を撮ったり、こういうヘッドが縦とかにもなるので、こう縦の写真も撮ったりすることができます。で、こういう写真用のがあって、もう一個がこういうビデオ用のビデオ三脚っていうのがあります。で、こういうビデオ三脚っていうのはもちろん動画を撮るので、こういう横のこういうパンの動きと、これ縦の首を振る、テルトっていう動きができるのがビデオ用の、三脚です。で、まあそのまあ自分の好きなのを選べばもちろんいいんだけど、僕はここに持ってきてるのが全部イタリアのマンフロットっていうメーカーの三脚です。で、なんで揃えてるかって言ったら、この三脚の上にあるこのクイックリリースっていうか、この、ね、プレートが同じなので、同じ会社のだと、なので僕はマンフロットを最初に買ったので、最初っていうか揃えるようにしたので、マンフロットで揃えてます。で、まあなんて言うんだろう、ビデオ三脚も、まあもちろんパンとチェルトができるならビデオ三脚なんだけど、もうそのビデオ三脚にもまあいろいろ種類があって、こういったこの動きを滑らかにするためのこう機構が、まあ、オイルとかいろんなものが入ってたりして、こう滑らかな動きができるものをやっぱりした方がこの動画が綺麗に撮れるので、まあ、こういった、ね、写真用のものにもちろんビデオカメラを載せてもいいんだけど、まあ、それは固定のショットしかできないので、やっぱりちょっとこういった滑らかな動きができる三脚がおすすめです。もちろん僕も最初はホームセンターとかでお父さんに買ってもらったような三脚で頑張ってたけど、まあ、そういう安っちいのはもうやっぱこういう動きがもうヘボヘボなので、やっぱこう綺麗に撮りたいなと思うと、やっぱちょっと難しいとこもあるし、こういう足とかがやっぱりまあちょっとお金を出すとやっぱりしっかりしているものが買えるので、まあ僕はまあこういったマンフロットはおすすめします。で、こういう大きなシネマカメラとかを乗せるときはこういう大きな三脚 で、これミラーレス一眼とかはもうこういったちょっと小さめの三脚で
いいと思います。まあそれぞれ耐荷重があるので、まあそういうとこは自分でチェックしてみてください。こんな感じにね、こういうふうに乗せて、パーンとチルトができますと。こんな感じで、まあね、こういう GoPro とかこういう RX0M2 とかそういうこういうやつは、まあこういった小さな、まあ、その重量に応じて、まあ選んであげればいいと思うんだけど、ですね、まあちょっと今度冬にも撮影 CM 撮りに行かなくちゃいけなくって、で本当はやっぱり三脚の基本は、大きくて、高いものがやっぱりこういうどっしりカメラを支えられて、まあ、さらにこういう滑らかな動きもやっぱり高くていいものの方がまあスムーズにできるので、まあ、重くて高い方がいいっていうのはまあがまあ基本のルールなんだけど、やっぱり旅とかに行くときはやっぱ重量がとても重要になってくるので、僕が今ここに持ってるのがマンフロットの B フリーライブっていう三脚で、これ僕気に入ってるのはこうやって、こういうふうに逆に折りたたんでしまうことで、このヘッドの雲台の部分まで足が隠してくれるので、かなりコンパクトになるっていうのと、やっぱちょっとまあ結構重いけど、まあ運べない重さではないっていう、まあ結構三脚の中では軽い方かなっていうところが。すごくいい いいです、まあ、まあこれも一緒のやつなんだけど、こっちはアルミの足がアルミでできていて、こっちはまあ 見た目とか同じなんだけど、こっちはカーボンでできてるので、あのアルミよりはちょっと、まあ、結構軽いかなって感じです。でこの B フリーライブっていうのがまあフロートが出してるトラベル三脚の、ま、写真用もあるんだけど、こうビデオヘッドがついてる、ま、ビデオグラファー用の、三脚になります。で、ま、カーボン買ったのはちょっと今回2カメで撮影しようっていうことになってるので、ま、こういうのね持っていこう、まあ、こっちのがすごく動きはいいので持っていきたいんだけども、スーツケースに入れたり飛行機で移動するのにね、あの重量がオーバーになってしまうので、こういうでっかいものを持っていくと、なので僕はこういうちっちゃいのをちょっと買い足してみました。この B フリーライブはもうやっぱね、ブログとか撮るのにもすごく軽くて使いやすいし、でカメラを乗っけて、でも自分を撮るんだったらこういうふうに自分の、例えばこういうふうに乗っけて画角をこういうふうに見たりできるし、すごくコンパクトで。いいなと思います。で、このまあビデオ三脚なんだけど、まあ、これとこっちとこっちアルミとカーボンの違い、まあ、材質が違うっていうところも違うけど、このこの足の
伸び縮みの気候もちょっと違います。こういう伸び縮みの気候はまあいろいろあると思うけど、大体はこのパチンって締める、こういうレバー式で伸ばして締める五式と、こっちはこういうふうに回して固定するっていう、まあ大体こういう2つの形があると思うんだけど、まあこういうのがあります。で僕は個人的にはこっちのパチンって止めるレバー式の方が好きです。でまあもちろんこれ好みの問題なので、回すのが好きっていう人もいるだろうけど、この回す式はこうさっと、まあ、できるっていうメリットはあるんだけど、どのぐらい回し、どのぐらいきつく回したかっていうのが正直見た目でわからないので、例えばあってこういうふうになることもあるので、ちょっとやっぱり僕はこっちのレバー式の方がこう締めたらもう締めたってことがビジュアルでわかるので、こっちのがちょっと安心できるかなっていう意味でこっちのが好きです。うん、まあこれはここ回してこう上下もできるって感じかな。結構小さいのにこういうこのテルトとかパンの動きもこんな小さいヘッドなのにまあまあ滑らかなのですごくおすすめです。まあ、なのでブログ、まあ日々映像でブログを撮ったり、まあ結構旅して撮影するっていうのが多いって人はこれとってもおすすめです。まあこのカーボンとアルミのがあって、ちょっとカーボンの方若干というかまあまあ高いんだけど、ちょっとアマゾンとかで見てみてください。気になる人はね、まあ別に買わないけどいいやっていう人も、まあ、こういうのがあるよっていうのを紹介でした。やっぱね僕はこっちのレバー式のが好きかなって感じです。これに畳むと結構小さくなるんで、すごくいいと思います。こういうのもこっちはちょっとこういうくるって回して、こんなに小さくなるので、機内持ち込みのスーツケースにもこうちょっと斜めに入れてあげれば全然入るのですごくいいです。まあねスタジオとか部屋とか、まあ、室内でずっと置いて重くても全然問題ないっていう人はやっぱり大きくってこういうヘッドもスムーズなやつの方が綺麗には撮れると思います。ちょっと高いけどね。まあ、こういうもう卓上で全然いいっていう人だったらこういうミニ三脚もすごく便利です。まあ、ちょっとミニ三脚も、
ブログとか撮るときはすごくおすすめです。まあ普通の三脚のが高さとか出るので、もうこういうものはこういうふうにつけて自撮りのハンドルとしてもできるし、まあ、もちろん外撮りでハンドルとして、自分のこっちとこっちで結構安定して手持ちの撮影もできるし、まあこれ、まあ、フロットピクシーっていうミニ三脚なんだけど、まあ、こういうタイプとちょっと大きいタイプもあります。そのくらいかな、今日はビデオ三脚、特にこのマンフロットの Be Free Live は、ブログとか、旅動画におすすめです。軽くて、パンとかチルトもまあまあスムーズにできるのでいいですよっていう紹介でした。じゃあね。